さすがエナちゃん、ちゃんと青信号で渡りますよね。ありがとう。当然だよ。あ、いや本当に助かったよ。君セミ取りのプロフェッショナルだね。いえいえ。どの子がお子さんなんやろうな。さあ、あ、目的クエストをやってみようか。え、そろそろ家に帰るんじゃなかったの？あら、まあいらっしゃい。アイナちゃんじゃない。あなたも私のかわいいかわいいエカテリーナちゃんに会いに来たのかしら。どんな名前やねん、エカテリーナちゃん。ふぐ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 、プシュン。風邪ひいてるよ、大丈夫？ちゃんとあれ、犬もマップ上に表示されてる。可愛いんだけど、何あの点。めっちゃいる。あ、そっか、マップ上にちゃんと旗で記されたんやね。この辺に3人ほど。みんな、作戦会議だ。よく聞け。失敗許されないぞ。どうしたどうした。また変な遊び始めた。計画は練った。お小遣いも貯めた。結婚するなら今夜しかない。おー、何かを買おうとしてる。結構大きいものかな。うわ、なんかめちゃくちゃ妖怪に取り憑かれてんな。なんてやねん。入ったやろ。どう見ても入ってたやろ。どうしたのダニエル君、そんなに怒って。あ、アイナちゃん、ちょっと聞いてくれへん。ワイらさっきまでサッカーしててん。それでな、ワイの必殺シュートがバッチリ決まったんや。せやけどな、認めんねん。ペッテ、てっぺーのやつ、認めんねん。どう見ても入ってたやろ。入ってないよ。絶対ゴール入ってないよ。なんやろ、何やったっけ。何その喋り方。ほら、アイナちゃん、こんなところにも困っている方が。あれか、あのなんか、3人ぐらいおったやつやない？なんか音楽家みたいなやつ。ここは一つ、アイナちゃんが解決してあげるしかないですね。あのなんか、鼻毛出てないようなやつやねん。そんなやつおらんかった。うん、鉄平くんが変なキャラになってるし、ほっとけないよね。普段の鉄平くんどんな感じなんやろ。認めんや、認めん。確か。てっぺー認めないよ。お、ご褒美また選べる。選べるの多いね。小学校の校庭に集まっているクラスメイト、何やらトラブルが起きちゃってる。受けましょう。ウィス、その調子です。まずは原因を突き止めるのです。てっぺーくんがおかしくなった原因は夏の暑さのせいか、はたまた夏の暑さのせいでおかしくなってたら、それはもう病院に行った方がいい。そうじゃないよ。アイナちゃん、何か言いました？え、私は別に何も言って、何も言ってないよ。セリフ取られた？セリフ取ってないよ。ねえ、ウィスパー、誰かいる？ちょうど今の鉄平みたいな縛り方だよ。さっきまで鉄平くんって言わなかった？なんか急にくん取れた？なあ、さっきから何騒いでんねん。ひょっとしてアイナちゃんもおかしなってしもたんか？なんでもないよ。どうやら私たち以外には聞こえていないようです。ん？聞こえていないようですね。となると、これはおそらく妖怪の仕業。妖怪じゃないよ。絶対妖怪だよ、これ。ええ。声が聞こえたということは、すぐ近くにいるはずです。私たちにしか聞こえてないって言うけど、あれよね、ダニエルからしたら、ウィスパーの声も姿も聞こえてないし見えてないわけよね。ふふみちゃん、急になんか一人で喋り出したみたいな。めっちゃ怖いやん。アイナちゃん、妖怪ウォッチで探し出しましょう。鉄平認めないよ、発生。よし。え？いないんだが。え？全然。この辺、なんか、これか。いたー、ほら、3人組の。音楽家みたいな。認めんや。妖怪を見つけた。
万の複数形ね。見つけた。鉄平くんがおかしいのはあなたたちの仕業でしょ。そうじゃないよ。おかしくなんかないよ。鼻毛出てないよ。そう、こいつ鼻毛のことしか言わんのよね。絶対おかしいって。鉄平くん取り付いてるんでしょ。喋り方も全く同じだし。そうじゃないよ。取り付いてないよ。鼻毛出てないよ。え？いい加減認めてよ。どうやら認めんことこそが彼らの能力のようです。どんなことも認めない三人組の妖怪、その名も認めん。そのまんまじゃない。ダジャレやね。それに一人は鼻毛のことしか言ってないし。ふんふん、彼は出ている鼻毛を認めない認めんのようです。どうでもいい。なんとか話し合いで解決したいものですが。そうじゃないよ。ミーたちはもう戦いの中でしか分かり合うことなんてできないよ。鼻毛出てないよ。あいつはあれしか喋れないんだろうか。認めんたちが現れた。お、狙うコマンドで集中攻撃。敵と上手に戦う方法、それはみんなで一匹の敵を集中攻撃です。狙うで敵の妖怪に目印となるピンを刺しましょう。あー、やってたな。ピンがうまく命中すると味方の妖怪が集中攻撃をしてくれます。サボっている妖怪をうまく狙うことで素早く妖怪を固められます。チャージ状態の敵妖怪を集中攻撃すると敵の必殺技を止めることもできます。敵からの必殺技を受けないように必殺キャンセルで止めましょう。これはなんか知らんけど砂をもおるんやけど戦う。あ、これか、狙う。なんかガードされてるけど。よっしゃ、ここで待って。鼻毛出てないよ。何、合わせろって。あ、こういうこと。待って、はいはいはい、イエーイ。なんかむずいんですけど。てか初めて見たんだけどこれ。待って。はい、チャージ完了。やった、やっと使える100エスニック級。よし、イエーイ、勝利。ふう、グレルリンがレベルアップ。まだミーたちは負けてないよ。いやー、本当に認めない人たちですね。でも3人ともすごかったよ。息もぴったりだし。え、うわ、そんなことないよ。褒められるの慣れてないよ。鼻毛出てるの知ってたよ。認めた。あれ、なんか認め始めましたよ。そうだ、認めん、私と友達にならない？鉄平くん取り付いてるよりずっと楽しいから。友達。初めての言葉。あゆな、マイフレンド。おお、素晴らしい。このまま説得すれば友達妖怪にならないよ。え？まだまだミーたちの好感度が全然足りないよ。でももう取り付いたりしないよ。鼻毛やっぱり出てなかったよ。認めん。そんな。ま、これで鉄平くんもゴールを認めてくれることでしょう。さあ、確かめてみますよ。ケータの時は、認めんはすぐに仲間になった気がするんやけどな。敵に味方にアイテムコマンド。味方がピンチになったら、アイテムで食べ物をあげて、HP を回復しましょう。敵の妖怪にも食べ物をあげられます。友達になってくれるかもしれませんよ。妖怪にも好き嫌いがあるので、その妖怪が好きそうな食べ物をあげましょう。ただし、敵の妖怪には一匹につき一つしかアイテムをあげることができませんので。ふんふん。徐々に好感度を上げるっていうことは無理なわけやね。一発でしか。ねえ、鉄平くん、もう一度聞くけどね、さっきゴール入ってたんだよね。入ってた。ゴール入ってたよ。せやろ、ワイの必殺シュートが外れるわけないねん。ただの勘違いだったかもしれないよ。みんなは間違ってないよ。もうあんなこと言わないよ。申し訳ないよ。喋り方が治ってないぞ。分かればええねん、分かれば。本当にすまないよ。あ
イナちゃん、やりましたね。バッチリ解決です。ウィス。でも喋り方全然戻ってないけど。え、知らないよ。まだいた。ミーたちもう取り付いてないよ。鼻毛出てないよ。どこにいるんだ。てっぺん認めないよ。バッチリ解決。お見事。これまだその辺におるっていうことなんかな。あ、待って待って。シンプルバッジ、シンプルイズベストな白いバッジ、素早さ、ふんふん、ブラックバッジ、真っ黒でかっこいいバッジ。どうして素早さが上がるのかは謎。どっちも素早さが上がる。あ、ただこっち力マイナス5の、こっち揚力マイナス5。揚力って何やっけ、わからん。ブラックバッジにしよっかな。でもなんか、シンプルバッジにしよう、見た目で。なんとなく。どうや、当たりー。これ外れもあったっけ。当たりの時しかないんやっけ。ダンシングスターを手に入れた。ゴール入ってたよ。みんなは間違ってないよ。これいつ戻るんだろう。でももうね、認めんたちはいないみたいなんだけども、反応しない。たくよ、何がしたかったんだあいつ。鉄平のやつ急にどないしたんや。調子狂うわ。ほら、やっぱり鉄平の勘違いじゃないか。鉄平やっと認めてくれたの。っていうか、あの口調流行ってんの。いや、鉄平しか言ってないから流行ってはないんじゃないかな。次は私の必殺シュートの番だな。行くぞー。めっちゃ張り切っとる。続き始めるぞ。結局1点入ってたってこと。てかさ、キーパー変わってくれよ。俺もシュートしたいんだって。そんなことより虫取ろうぜ。虫大盛り山でさ。自由だな、小学生ってそういう感じか。さあ、次はまたクエストか。あと1個ぐらいあるってことかな。ね、あっちのさ、あ、なるほど、そっか、あの体育館の方、あっちにおるのはなんか人が1人と、めっちゃちっちゃいのがあって思ったけど、鶏小屋とかウサギ小屋とかかな。ウサギ小屋や。一匹だけ離れてるのは何のやろ。入らせて。ウサギのお世話当番は4年生の担当なんだ。見て、ウサギさんたち。モフモフしてて可愛いでしょ。なんか最近こういうウサギ小屋、鶏小屋みたいなのが小学校からなくなってきとるみたいなのを聞いた気がしたんやけど。今もあるんかな。まあ、あるとこにはあるんやろうけど、この辺になんか、違う違う違う、この辺、あ、猫、屋根の上の猫か、そういうことね。なるほどなるほど、それがマップに映ってんだな。さあ、あと1個クエストを、なんかマップ見ながら走り回りよったら信号を見るの忘れそうだな。何？さすがエナちゃん、ちゃんと青信号で渡りますよね。ありがとう。当然だよ。ルールを守る良い子にはきっといいことが起こりますよ。これルール守ってなかったらね、恐ろしいことが起きるけん。まあちょっとすでに守ってない時があったんだけども、移動型のがいる。私って忘れっぽい性格だから毎日必ず日記をつけてるの。あなたも日記はこまめにね。いつ電池が切れるかわからないし、その日記をつけることを忘れるっていうのがね、なんかめっちゃ速いスピードで動いてないねえ。あっち、なんなんやろあれ。走り回りよるな。河川敷を走りよるってことか。なるほど。はあ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 、ごめん、はあはあ、今、はあはあ、話しかけないで、ごめんごめん。そんなスピードで、普通ああいうのって結構なんか余裕持って喋れるぐらいのスピードでじゃない？すごいよね。ちゃんと全員マップに表示されてるもんね、住民たちが。
え、どこなんやろ。もうなんかなくないマーク。あ、もうなんか真ん中ぐらいまで飛び出したけど、あ、でもまあブブーじゃなくてピンポーンやったけん、まあまあ最初のはカウントされてないってことで。あれか、お手伝いやね。キークエストではないみたいやけど、とりあえずまあ受けてみるか。さっきの例の時の人やん、暑がり会社員。あっちいな、今日みたいな日は汗が止まらん。あっちいな、暑すぎて動けん。そうだ、そこの君、ちょっと頼みがあるんだが、葉緑茶を3個くらい持ってきてくれんか。小学生に頼むな。桜住宅街、春風通りで暑がり会社員が困っているようだ。え、大変よね。てか、そんな暑い季節、てか夏休み中やろ、今小学生。あんな、あんなかっちりスーツ姿で外回りする感じ？受けましょう。ねえ、別に中のシャツだけでいいんじゃない？葉緑茶を3個だかんな。頼んだぞ。ほんと今日は暑いな。あっちいな、発生。クエストメニューを確認しよう。葉緑茶を3個は持ってないのかな。待って、妖怪メダルじゃなくて葉緑茶持ってないね。飲み物1個も持ってないわ。ってことは、よろずマートに、え、自販機とかあったっけ。そんなものはなかったかな。いや、自販機その辺にあった気がするんやけどな。あったあったあった、自販機だ。何を飲もうかな。葉緑茶を3個。お金が足りないんですが。え、てかさ、500円もらえるみたいな報酬で書いとったけど、葉緑茶を3個持ってきてくれじゃなくて、こっちにあったやん。最初に金を渡せよ。てか普通お金渡して頼まん？なんで小学生にお金を出させようとしてるんだ、あのおじさん、怖。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。お客さんですか？お客さんですよね。え、あの、あ、ごめん、久しぶりだったからつい、あ、え、こっちか、クエスト。これキークエストやんね。